ところで皆さん、私が出ている柴田さんの動画見ていただけたかしら。まだの方はぜひご視聴くださいね。はい、いよいよやってきました、ダービーウィーク。今回の動画ですが、前半では最新予想をお伝えしまして、後編では4月1日に公開したエイプリルフール予想を検証してみたいと思います。それでは前編スタートです。皆さん、こんにちは、ようこです。先週のオークスは本命のシンハライトが差し切っての1着。これには期待が膨らみましたが、当たったのは2着のチェッキーノとのワイドの組み合わせだけ。勝った組み合わせの中で一番安い、物足りない結果でした。さて、今回は中央競馬で一番のお祭り、29日日曜日に東京競馬場で行われます GⅠ 第83回ダービーの予想です。今回も過去10年のデータから気になる馬を探していきたいと思います。勝ち馬は皐月賞から挑む馬が7勝と中心になっていますが、その一方でプリンシパルステークス組や NHK マイルカップ組は近年苦戦の傾向にあり、このレースで馬券に絡んでいないとさらに苦しい成績になっています。また、30年ほど遡ってみたのですが、皐月賞同様に1月生まれのダービー馬はまだ誕生していません。一方で、遅めに生まれたとされる5月生まれはジャングルポケット、谷のギムレット、ネオユニバース、ディーププリランテなど数々の名馬が記録されており、初めての1月生まれのダービー馬が誕生するのか注目が集まっています。馬券の傾向ですが、勝ち馬は1番人気から3番人気までで9勝と人気サイドの馬が勝っているのですが、2着回数3着回数ともに5番人気以下の方が多く、特に3着には6番人気以降の馬が7回も入っており、2年続けて馬連が3桁なのに3連複が万馬券になる年もあるなど、人気がない馬でも馬券を狙う上では軽視ではできない傾向となっています。続いては気になる馬をピックアップ。まずは3強をしのいで皐月賞を制したビーマジェスティです。前走は出遅れがあったものの、ハイペースを味方に快勝。中間はいつもと違う調教の過程にいろいろな憶測が飛び交いましたが、過去10年で4勝2着2回のラッキーナンバー1枠1番を手に入れて、海老名騎手も初制覇に気合が入る一戦です。続いては皐月賞で押しつくも2着の馬鹿引きです。前走を含めて上がりタイムは全てトップクラスのこの馬、折り合い面も心配するほどでもなく、広い東京コースに変わったのはかなりのプラスと友道調教師はコメントしています。馬場状態も味方しそうなので、どこまで伸びてくるのか注目の一頭です。最後に気になるのは皐月賞の3着馬、里のダイヤモンドです。前走は最後のひと伸びを繰り出そうとしたところで不利を受けてしまっての3着ですが、折り合い面とポジション取りについては出走馬の中でも一番有利かと期待しています。ただ唯一こちらのデータだけが気がかりとなっており、ここは買い目に気をつけたいと考えています。それでは買い目です。まずは本戦です。まだ悩みたいところですけれど、今のところこちらの買い目で考えています。そして追加で、後編でまた改めてご紹介しますが、エイプリルフールで予想した3連複ボックスを加えたいと思います。発送は日曜日の15時40分。馬場状態は金曜日に雨が降りそうですけれど、土曜、日曜と晴れて回復することが予想されています。サミットの影響で輸送時間による消耗が心配されますが、ジェントをベストな状態でレースを迎えてほしいですね。この後は後編です。勝ち馬は関西馬が8勝で、関東馬が2勝と関西馬が有利なようです。枠順は1枠1番がなんと4勝で、1枠だけでもなんと6勝、1桁の馬番だけでも8勝を挙げており、内枠が比較的有利なデータが出ています。馬券の傾向ですが、1番人気が5勝で2着1回と人気に応える傾向にあります。ですが5番人気以内のワンツースリーで収まったのは昨年だけと、実は穴馬もかなり馬券に絡んできており、3連複は2007年から2014年まで8年連続で万馬券と、去年を除いて人気サイドでは終わらないような傾向になっています。続いては気になる馬をピックアップ。まずは京都新聞杯を制すると思われるスマートオーディンです。報道通信杯はもたれる癖が出てしまったものの、そこから乗り込みを重ねて見事に成長。ダービーに照準を合わせての調整も好感が持て、十分な準備の整うはずの一頭です。続いては皐月賞を里のダイヤモンドとの競り合いで制するという夢を見たビヨンディーズです。前走の反動も感じられることはなく順調に調整。朝日杯、皐月賞と合わせて3つ目のタイトルになるんじゃないかな。注目の一頭です。それでは回目です。3連複でビヨンディーズ、里のダイヤモンド、マカヒキ、マイネルハニー、スマートオーディン、ディーマジェスティ、以上の6頭バックスで狙いたいと思います。発送は5月29日の15時40分。以上、ダービーの予想でした。来週からは徐々にマイナーチェンジをしていきながら、無理しない範囲で動画をお届けできればと思います。今回も長時間のご視聴本当にありがとうございました。皆さんの馬券的中しますように。チャンネル登録やコメントで応援をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。